日本相撲協会は18日、元幕内の照強、29、イコール本名、福岡正規、兵庫県出身、伊勢ヶ浜部屋イコールの引退届を受理したと発表した。西幕下36枚目で迎えた春場所は休場していた。写真、大相撲春場所初日ツヨは阪神大震災当日の1995年1月17日に淡路島で生まれた。 2010年春場所で初土俵を踏み、小柄ながら馬力を生かした取り口で17年初場所で新十両に昇進。19年春場所で新入幕を果たした。19年名古屋場所では12勝を挙げて関東賞を受賞するなど活躍を見せたほか、豪快な塩巻きでも人気を集めた。最高位は前頭3枚目。近年は糖尿病を患い 東全島16枚目だった22年九州場所では91年名古屋場所の遺体以来幕内では31年ぶり5人目となる15戦全敗を記録23年春場所からは幕下に落ちていた1月の初場所中に29歳の誕生日を迎えた際には東日本大震災や今回の能登半島地震など記憶に残るような地震の様子を見て使命感は強まっていくと話していた 損者タク